福岡県が支援することで復活することになった福岡国際マラソンについて、昨日県は日本陸連が日本代表の選考大会となるグレード1レースに認定したと発表しました。財政面の問題などから終了が発表された福岡国際マラソンは、福岡県が一定の支援を行い、新たな形で開催されることが決まっています。福岡県はレースの格付けをこれまでと同じグレード1とするよう日本陸連に申請していて、先月下旬に正式に認定されました。今回の決定で世界陸上などの日本代表選考大会に指定されます。すでに世界陸連が海外の招待選手も参加するエリートラベルに認定していて、引き続きハイレベルな高速レースが福岡で繰り広げられる見込みです。今年の大会は12月4日に開かれ、 KBC が放送を担当し、テレビ朝日系列で中継される予定です。